皆さんこんばんは。2020年1月もあっという間に3分の1が過ぎようとしている今日この頃でござりまする。さて、昨年から取りだめしていた動画を編集しようと思っていたところ、ふとパソコンの前に置いてあるカメラを見て、今までに動画撮影で使ったカメラがどれだけあるのか並べてみたくなりました。古いものや壊れたものは捨ててしまいましたが、今でも使えるカメラだけ出してみました。どうも昔からガラクタを溜め込む癖があるようで、出し切れまくなったのでとりあえずこれだけ。動画作成といってもデジカメの動画モードで撮ったり、ビデオカメラで撮ったりでいろいろでございます。今この動画もデジカメの動画モードで撮っておりまする。何年前になるか忘れましたが、昔作った動画はひどいもので削除してしまいました。何がひどいって画質がむちゃくちゃでござりまする。編集作業が楽なので軽くするため画質を落としたのでしょうね。ははは、は今年からは少しは見れるものを作っていこうと思いまする。ってことで、ふみさんでした。では。